はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、12月3日の日曜日、中京競馬場で行われるチャンピオンズカップの本命と買い目の発表したいと思います。いや、先週のジャパンカップがね、イクイノックス強かったってことでね、そして、イクイノックスがね、まあ残念なことに引退ってことでね、まあ先週のジャパンカップが優秀の美になったということですけどもね、個人としてはね、やっぱり来年凱旋門賞とか出て、ね、圧勝でもないかもしれないですけど、まあ、勝つ姿っていうのを、ね、見たかったっていうのもあるんですけどもね、やっぱ今がねちょうど旬な引退時期なのかなと思ってます。もしねここでミソがついてしまったらね、やっぱね種牡馬としての価値も落ちてしまうますし、まあ、やっぱここでね綺麗に引退っていうのがやっぱり良かったのかなと思っております。まあでも、ネットニュースにも出てますけどもね、やっぱねこれからね、イクイノックスはね多分、まあ、今ね、サンデーサイレンス系の牝馬がね結構いっぱいいる中でね、イクイノックスっていうのは貴重な、血統になってきてるらしいので、まあねこれからバンバンいい子を出して、またねイクイノックスみたいな強い馬を作ってもらえればと思います。はい、ということでね、チャンピオンズカップに、行きたいと思うんですけどもね、やっぱ今日先週と違ってね、今週はね、大混戦だとは僕は思っております。2頭が人気になっていると思います。7枠13番のセラフィックコールと、8枠15番のレモンポップが、まあ、人気を2分するのかなと思ったんですけど、まあ、5枠の9番のクラウンブライドとかもね、人気になってるのかな、とは思っております。まあでもここはねこの3頭で決まるとは僕は思っておりません。攻めていきます、穴でいきます。なので私の本命はこうなりました。はい、4枠7番のウィルソン・テソーロ、ウィルソン・テソーロにさせていただきました。金曜日の時点のオッズで12番人気83倍かなついてました。もうこれね来たら暑いですよ。前走がね、ジャパンブリーダーズカップクラシックで5着だったんですけども、その日に大井競馬場の砂の入れ替えでね、この馬にはちょっと合わなかったっていうので、まあ、大井のダートがちょっと前回合わなかったっていうのでね、まあ、度外視してもいいのかなとは思っております。で、その前がね重賞3連勝してますので、やっぱその実績はあるのかなと思ってますし、前走、5着には負けてしまいましたけどね、G1 に、強豪の馬とに揉まれて、ワンランク上の馬になってるんじゃないかなと思っております。で、逆に、ね、セラフィックコールとか人気になってると思うんですけど、まだやっぱこういうね強豪馬の中でねレースをまだしてないっていうのと、まだねやっぱキャリアが浅いっていうのがあるのでね、ちょっと逆に怖いなとは思っております。レモンポップはね、大外枠にも入っちゃったし、まだ距離がね何とも言えないっていうのもあるのでね、ちょっと怖いなと、この2頭はちょっと怖いんじゃないかなと思っております。でクラウンプライドはね去年の2着馬ですし、前走韓国でね勝ってますので、ここは休み明けになりますけどもね、この3頭の中で言えばクラウンプライドが一番いいんじゃないかなと思っております。でも、僕は、ウィルソン・テソーロが、混戦、この3頭はあれですけど混戦かなと思ってますので、こういう混戦の時こそこういう人気薄がね飛び込んでくるんじゃないかなと思ってウィルソン・テソーロにさせていただきました。なんだかんだ言ってもねダートではね、9戦7勝なんですよね。で負けた2回もね5着なので、そんなに大敗、JBC クラシックはねちょっとまた 1.8 秒差もつけられちゃったんですけども、別に名勝ハリオとかとはね4着の名勝ハリオとはそんなに悪い競馬をしているわけでもないので、ここまで人気落ちるのはねすげえ美味しいなと思っております。なので私は、おすすめはウィルソン・テソーロで、買い目は7から、9と12をおすすめさせていただきます。であともし、さらに抑えるとしたら、名称
2枠の2番の名称ハリウッド、僕は皐月賞でお世話になっているジオグリフと、あとは、おととしの勝ち馬のテオ・ケインズと、まあ、一応リモンポップも、抑えでおすすめとさせていただきます。まあ、この7からこの6頭で、おすすめしたいなとは思っております。はい、ということでね、40代独身男の馬券勝負、12月3日の日曜日、中京競馬場で行われるチャンピオンカップ、2カップのコメント解明の発表させていただきました。来たらね、激アツな、1日になるんじゃないかなとは思っております。まあ、先週ね、京阪杯を SC スポッターでね、ワイド、ダブル的中とさせていただいたのでね、この勢いに乗って今週こそ G1撤収できればいいなと思っております。まあ、こんな感じでね、僕は競馬に関することをメインで動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っておりますので、もしね、競馬動画を検索しててね、この動画をヒットしてここまで見てくださった皆様、こんなうまい馬券の参考にならないよとか、本当に買うのかよとか思うかもしれませんが、まあ、あくまで馬券の参考なので、まあ、ね、一度は捨てるでもいいのでね、参考していただければと思います。まあ、そしてね、よかったらチャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上させていただきます。次はね、日曜日に実践編の動画を上げさせていただきます。どんな馬券を買っているのか、多分ワイドだと思いますけども、まあ、ね、どんな馬券を買ったか発表したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。